はい、タンタンです。今日は国産の古いアコースティックが入ってきましたのでご紹介したいと思います。キャッツアイなんですけれども、キャッツアイのこちらが CE の600というモデルになりますね。おそらく78年のものだと思います。こんな感じの、スプルストップのサイドバックがローズのこういった感じのモデルですね。この頃によくね、キャッツアイはかなり塗装が白濁しているものが多いんですけれども、これに関してはそんなに目立つほどではないかなと。若干はもちろんあるんですけれども、それほど目立たない感じの状態で、比較的綺麗な状態じゃないかなと思います。で、ペグは交換してありますね。こんな感じで、ゴールドの5等のペグに交換済みでございます。使い心地は非常に良くなってるかなと思いますね。音の方なんですけれども、ちょっと弾いてみますね。70年代ね、当時の日本製らしい非常にこうメリハリのある音ですよね。ちょっとパキッとしててすごく抜けがいい感じになってる音色じゃないかなと思いますね。ストロークし、コードストローク、6コードのコードストロークがやっぱりすごく、似合うというか、そういうのに非常に向いてる音色じゃないかなと思いますね。迫力もあるので、弾き語りとかね、やる人にも非常にいいかなと思いますし、例えば路上とかでやってる人なんかにも、これだけ音抜けが良いので、使いやすい一本じゃないかなと思います。こんな感じで、もう78年ぐらいってことは、40年ぐらいですか、経ってる。そのね、年数を考えれば非常に綺麗な方なのかなと思います。で、この当時の楽器、かなりね、原稿とかも、ね、高いものが多いんですけれども、これに関してはかなりサドルの方はね、だいぶ攻めて落としてはあるんですけれども、現状で6弦側で 2.7 ぐらいですかね、1弦側で 1.7 ぐらいなんで、当時のものとしては非常に弾きやすいセッティングになってるかなと。ネックの方の状態も非常にいいので、またこのままね、かなり長くお使いいただけるコンディションになってるんじゃないかなと思います。価格帯もね、このあたり、この頃のモデルですと、そんなにね、こう高くはないので、1本当時を懐かしんで買われるのも良いと思いますし、新たにね、こう国産のヴィンテージの良さを、体感してみたいという方に買っていただくのも良いのかなと思います。ということで、今日ご紹介したのが1978年ですね、キャッツアイの CE の600、こちらのモデル、入荷しておりますので、ぜひお問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。